きたりなんですけど、はい、まあ、中学高校の頃に、うん、まあ、ドラマとか放送関係のゲームを見たのが、まあ、きっかけですね。一番最初弁護士だとか司法書士とかどれになるか未定だったんですけど、とりあえず法律関係の職に携わろうなっていうのは昔から決めてましたね。そうですね、キャンパスに一番近い駅に広告が飾ってあったので、はい、であとは大学の友人もみんな大体は伊藤塾に通ってたので、まあ大きい方に通うのが安心かなと思いました。まあ、独学で受かった、短期で受かったっていう知り合いが身の回りにないのが不安に感じたのがやっぱりそうですね。バイトは、まあ、大学最初の方はしてたんですけど、うん、まあ、予備試験も半年前とかぐらいからはもう行ってなかったですね。サークルはダイビングサークルです。ダイビングサークル、まあ、夏に集中してるんですけど、まあ、その試験とか模試の合間にちょいちょい行ったりって感じですかね。で、まあ、基本的に夏と春しか海に潜れないんですけど、うん、まあ、7月ぐらいから伊豆に、まあ、月に2回ぐらい潜りに行ったりとか行って、あとは9月に全体で沖縄に合宿に行ってこの前行ってきたんですけど、で春はみんなで海外で合宿行って、それでまあダイビング自体はそんな、まあ、そんなもんというかなかなか冬場はできないんですけど、まあ、それ以外だったらキャンプとか冬場はオフシーズンはやったりしてますね。まあ、最初は慣れるまで大変でしたけど、まあ、比較的スムーズにいけたのかなと思います。やっぱりスイッチのオンとオフが明確に意識できるようになるんで、多分勉強だけだったらどこかで挫折してたかなっていうふうに。計画はそうですね、やっぱりサークルとか入ってるといきなり予定が入れられたりするので、うん、長期的な1ヶ月単位での目標はなかなか立ってにくかったので、もう本当に週区切りで、うん、まあ、短い時は3日とか1週間とかベースで、うん、まあ、できるだけこれだけはやろうみたいな風に短期的に決めてましたね。うん、そうですね、やっぱり倍速で聞けたり、あとはちょっと分からなかったところを何回も巻き戻して聞けるので、まあ、理解深めるっていう点ではウェブの方がいいのかなっていうふうに感じました。そうですね、やっぱりランク分けを何回もアピールしてくれるので、まあ、初学段階で覚えることが結構多くて、どれから手をつけたらいいのかっていうのが分かりにくいので、まあ、ランク付けしてくれるっていう点で非常にありがたかったですね。そうですね、特にその本田先生のレジュメなんかがすごい参考になったなって思ってて、まあ、その授業を講義で書かれていることプラス、あとは本田先生が受験生時代に実際に使われてた論章とか考え方を結構まとめて書いてくださってるので、すごいためになりましたね。まあ、でもその東レの採点とかで結構親身になって細かく書いてくださる方とかがいたので、うん、まあ、直接顔合わせる機会はなかったんですけど、すごい温かみを感じたので嬉しかったです。それは。勉強時間に拘泥しないで、その1時間あたりにどのくらいの密度、どのくらいの量をこなせるかっていうところを、まあ、最初の初学段階から重点的に考えたっていうのが大きいと思いますね。やっぱり一番はロースクールに、まあ、行かなくていいというか、お金とか時間の面で負担がだいぶ軽くなるっていうのが、まあ、一番予備試験目指す上でメリットで、まあ、あとはその弁護士事務所の就活とか受けるときにも結構アドバンテージがあるのかなっていうふうに感じます。まあ、司法試験に受かる前だったらすごいなんか人生の先行きが本当に司法試験受かるのかなとか結構常にネガティブだったんですけど、今はもう不安が不
安要素がなくなったので、うん、まあ、結構前向きに物事に取り組めるというか、新しい物事にも結構真剣にトライできるようになったっていうのはあります。あれですね、司法試験の発表の翌日にダイビングしたんですけど、うんうん、やっぱりなんか浮いてる間とかなんか何も考えなくて良くなったんで、すごい安心だなっていうのはありました。具体的な放送像っていうのはあんまりまだわからないんですけど、まあ、とりあえずは企業法務弁護士としては一通りどんな企業法務の案件でもそれなりにこなせるようになってから、まあ、できれば海外とかの案件もできるようになったら嬉しいなっていうのは思いますけど、ね、僕修習は来年まで伸ばすので、その間にまあ簿記とか英語とか、あとは司法試験で使ってない法律の勉強とかもちょっとずつ始めてるっていう感じですね。結構周りでやってる人が多いのと、あとはその弁護士になった後にその事業再生部門とかをやりたいなっていうふうに思ってるので、やっぱり数字とか財務諸表は使えないと最低限はダメなのかなと思ったのでっていう感じですね。やっぱ基礎マスターの段階のインプット量が結構膨大な量があるので、そこでくじけていく友人とかも結構いたので、まあ、基礎マスター全部聞き終わった段階だと多分まだ論文書けるところまでは落とし込めてないと思うんですけど、まあ、聞き終わっただけでもすごい合格に近づいてるので、もう自分を褒めていいよって教えてあげたいですね。やっぱりなんか弁護士や就職なんとかあんまり試験で頑張った割になんか実務に出てから見合わないみたいな、結構叩かれたりしてると思うんですけど、やっぱり IT とか結構いろんな分野が発展してきてるので、弁護士とか検事裁判官もどんどん需要は上がってきてると思うので、消極的に考えずに一緒に仲間として頑張っていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。